今日はこういったキティちゃんのポーチを作っていきたいと思います。材料はすべてダイソーで揃えました。ファスナーもキティちゃんのファスナーになります。裏地付きになります。ダイソーでこちらを買ってきました。キルティングカットクロス、こちらは200円のものになります。裏布に使うギンガムチェックの端切れになります。あとキティちゃんのファスナーがあったのでこちらを買ってきました。赤いファスナーも売っていたので今日はこちらを使いたいと思います。ではこのように用意してください。表布1枚、縦 28cm×横 23cm、 裏布1枚、縦 28cm×横 23cm、 20cm ファスナーを1本。では作っていきます。ではファスナーをつけていきます。ファスナーを裏返してここに置きます。ここを縫い代 5mm で縫います。ファスナー専用押さえがあるミシンの場合はそちらを使ってください。このようにファスナーをつけていきます。このようにファスナーをつけてきました。裏布を中表にしてこのように重ねます。ここを縫い代 7mm で縫います。このように縫ってきました。このように開きます。表布を折ってここに重ねます。ここを縫い代 5mm で縫います。このように縫ってきました。この向きで置きます。裏布を折ってここに重ねます。縫い代 7mm でここを縫います。このように縫ってきました。開いていただいて中のファスナーは半分くらい開けておいてください。縫い代同士をこのようにぴったりと重ねてクリップで留めます。反対側も同じように縫い代同士を重ねてクリップで留めます。返し口の印をつけます。裏布のだいたいこのあたりに6センチの幅の印をつけます。縫うときにずれないようにクリップで留めます。ここの返し口は開けてこことここを縫い代1センチで縫います。ではここの返し口は開けて縫ってきてあります。マチを作ります。このように左右対称になるようにマチの部分に三角形を作ります。三角に折れたら左右対称になるように5センチの線を引きます。縫うときにずれないようにクリップで留めます。
線の上を縫います。4箇所すべて同じようにまちを作ってください。このように線の上を縫ってまちを4箇所作ってきました。では余分な布を切り落としていきます。今縫ったところから1センチ離れたところをこのように切ります。4箇所切れたら返し口から表にひっくり返します。返し口が開いているので、このように返し口を整えて、縫い代を2ミリで閉じます。このように閉じてきました。裏布を表布の中にしまいます。ではこれで完成になります。今日はこちらで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。